どうも皆さん、今日はありがとうございました。いやなんか、多分僕がいっちゃん楽しんでたんちゃうかないうぐらい、なんかこう、すごい雰囲気もらって、なんか感じてもらいました。一発目ギター弾いてくれたアンディ・サバリ・ジラフスのやつは俺の同級生なんですけど、ずっとこういうフルバンドやってて、でも音楽捨てれなくて、今皆さんの前で演奏して、で2バンド目の下織猫はいつも亮が、あのアンバックページのここに立ってたやつがお世話になってるバンドで、一緒にやりたいっていうことを伝えたらすぐ OK 出してくれて、今日ここで表現してくれました。で、3バンド目のハグバイスさんは、去年、夏に第1回目のイベントやらせてもらったんですけれども、その時にもうすごい良くて、みんなこう、僕の友達でもファンがついてたりとか、今日来れなくてもなんかこう、ごめんって、もう 彼を見たかったって言ってくれる人がいたりとかすごくて、で4つ目の山本拓真さんはもともと去年の9月のイベントにお客さんとして来てくれてて、で僕たちのイベントを通して、で今回僕も出たいですって言ってくれて、僕たちが思い描いてた一つの形が彼なんですよ。こうやって皆さんもお客さんなんですけど、もしかしたら次一緒にやるかもしれない。俺はそれを信じてるし、やりたいなと思うし、でそれは今回は音楽やけど、さっき言ったけど絵かもしれない、写真かもしれないし、それは何でもいい。皆さんの何かできること一つで一緒に表現したいなと思う。でそれもさっき言ったように、その感覚でもうなんかよく分かんなくて、俺自身もなんかこう理屈ばっかこねて普段生きてるから、俺は。やけど多分みんなも今日彼らの音楽を聴いて脳みそを使って考えたんじゃなくて、多分ここでキャッチしてくれたのかなって思います。で俺はそれがすごい大事なことなのかなって思って、結構こう利益のある人と付き合ったりとかそういうことばっかりしてしまうんですよ、僕は。でも今回ここに来てくれた人は、あっこにも写真あるように普段別の仕事持ってて音楽が大好きで、それで表現したいっつって、だから俺たちは表現者なんですよ、全員が。俺自身もそうやし、彼らもそうで、皆さんもそうなんですよ。何か一つできること、もしかしたらやりたいことであるなら俺一緒にやりたい、それを表現したいと思う。世界はそれでつながると俺は信じてる。利益とかそういうことだけじゃなくて、武器とかそんなことどうでもいいと、国とか宗教とかそんなことどうでもいい、イデオロギーのクソやと、俺はどうでもいいと。じゃなくて俺たちは音楽っていうことを通じて今日皆さんとつながれたと俺は思ってる。俺はそういうことがすごく大事で、これからも俺たちは進んでいくし、ルーツはこれからも発信していくし、突き進んでいく。笑われるかもしれないけど、俺らはそういう人たちを見向きもしない。俺たちは進んでいくから、もしよかったら皆さんもぜひ一緒に、僕たちと一緒に表現してほしいなと思います。まあこのことを Facebook とかいろいろ載せるんで、なんか喋っとったなみたいなあったらいいねとか、なんでもいいんで、なんかこう一緒に応援してください。ありがとうございます。実はでもありがとうございますって言いながら、まあ多分お気づきの方もおられるというか、まあ僕もちょっと口軽いんで、実はあんねん言ってるんですけど、実はラスト一バンドあるんですよ。でもそれは皆さん今日出てくれた人たち一つ、それが一つのバンドになって表現してくれます。 OK ですか？りょうとか、彼らが一緒にまた新しい一つの今夜限りのバンドを結成して、皆さんに最後のプレゼントを用意してるので、ぜひまだ帰らずにお待ちください。ありがとうございました。
そうですね。皆さんどうもありがとう。ザ・ルーツです。今回ルーツのセカンドイベント、タイトルをイマジンっていうテーマでやらせてもらったんですけど、まあ、僕が、まあ、ジョン・レノンのイマジンを歌おうと思って、でもこう、いろんなことがあって俺にそのイマジンを歌う資格っていうか、自分がその世界平和とかうんたらかんたらって、大学時代とかはすげえそういう感じで、社会とか体制を批判する曲をすごい作ってたんですけど、その批判する対象にいつの間にか自分自身がなってたりとか、まあそういうことがいっぱいあって、今いろんなところで、例えばシールズとか、まあそれだけじゃないですけど、いろんなところでこうやっていわゆるノーウォーというか戦争反対、そういう流れがすごくいろんなところでムーブメントが起こって、それはすごいなと思うんですけど、だんだんそこから距離が離れていってる自分の心があって、それで俺一人でやる自信がなかったんで、山本拓真さんに声かけて一緒にやりましょうということで一緒に作りました。僕らのイマジンです。聞いてください。お願いします。Thank you.
ください。 OK、 どうもありがとう。 OK、 カモン。ありがとうございます。じゃあラスト、もう一曲だけプレゼントがあります。プレゼントじゃないですね、あれ、言葉が出てこない。僕のイマジン、ここで終わりましたね。でも次は僕のイマジンじゃなくて、僕がバンドを始めてすぐに出会った人で、ほんまに僕の中での師匠というか先生というか、この人に恥ずかしい音楽人生だけ歩みたくないなっていう人がいて、その人の歌を一曲歌わせてもらいます。いつもこの曲に、この曲が僕の背中を押してくれるというか、はい、この曲が僕の背中を押してくれるというか、ほんまにみんなに聴いてほしいな。どの曲、世界中にどんな曲あるんですけど、そのうち1曲誰かみんなに聴いてほしいっていう曲があったら、どの曲って言われたら、僕は間違いなくこの曲かなと思います。そんなトラック聴いてください。
さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。これで、ね、ほんまの終わりです。どうも今日は忙しい中皆さんありがとうございました。また、来年イベントとかいろいろと僕たちも活動していくんで、もしよろしければ、応援してください。それからもし一緒に、表現してくれる人がいるならば、ぜひ一緒に僕たちと表現していきましょう。以上です。ありがとうございました。